にちは。嬉野温泉商店街協同組合です。市民の皆様には日頃よりご愛顧を賜りありがとうございます。さて、今年も感謝を込めて第33回土曜風鈴夜市を7月の21日、28日と開催いたします。今年も好評のビンゴゲームをはじめおなじみのゲームをご用意いたしまして、皆様をお待ち申し上げます。その他、市民参加のイベントといたしまして、嬉野高校ソングリーディングのダンス、嬉野高校和太鼓起承転身太鼓の披露、バトントワリング、法要会の踊り、嬉野中学校美術部書道部コラボ展、よかひよりハート展と面白風鈴作り、絵手紙展などを開催いたします。さらに、特別企画といたしまして、浴衣で風鈴夜市へ、浴衣でご来場の皆様100名様先着で、ゲーム券1枚か、このかわいいゆっつらくむ茶を差し上げちゃいます。皆様、どうぞ土曜風鈴夜市に遊びに来てくださいね。塩田図書館から利用方法をお知らせいたします。貸し出し冊数と期間は、図書10冊まで2週間以内、雑誌2冊まで1週間以内、開館時間は平日9時から18時、土日9時から17時、休館日は毎週月曜日と第3木曜日です。貸し出しの際には利用者カードが必要です。閉館時の返却は玄関横の返却ポストにお願いします。ビデオ、紙芝居は破損の恐れがありますのでご遠慮ください。また、お近くの図書館や公民館図書館にお探しの本がない場合は、県内の図書館からお届けします。当館で人気のある本を2点ご紹介いたします。まず1点はビブリア古書店の事件手帳。舞台は鎌倉の古本屋ビブリア古書店。美しい店主のもとに持ち主の秘密を抱えて持ち込まれる本の数々、古書にまつわる謎と秘密を解き明かしていく夏のようにおすすめのミステリアスな一冊です。またもう一冊は、生きている限り生きていたい。先日100歳まで現役監督、映画監督を続けられ亡くなられた新藤兼人監督の100歳にしてようやくたどり着いた生き方レッスン、100歳の流儀です。小中高生の方には読書感想文用として課題図書、その他夏休みにおすすめの本を多数用意しております。また自由研究や調べ学習の参考となる本も用意しておりますので、どうぞお気軽にスタッフにお声をかけてください。七夕お話し会のお知らせです。7月28日土曜日午前10時30分から11時30分まで、場所は塩田図書館児童コーナーです。内容は絵本の読み聞かせ、紙芝居、七夕飾りをみんなで作ろうです。みんな待ってます。福祉課からのお知らせです。皆さん、嬉しかったはご存知ですか？嬉しかったとは、高齢者や障害のある方などで理容店や美容室に出向くことのできない市民の方々を対象にした訪問によるリ美容サービスです。住み慣れた自宅で気軽に安心してリ美容サービスを受けることができます。清潔の保持や精神的なリフレッシュを得られ、さらに
一人一人の生活の質を高め、活力ある生活を送ることが期待できるサービスです。現在市内の協定加盟店63店舗において実施中です。協定加盟店はすべて賠償保険加入 S マーク認定のお店で安心です。利用の際は直接お店に予約のお電話をお願いします。利用料金については直接お店にお問い合わせください。なおカット当日はご家族またはヘルパーさんなど立ち会い人となる方の同席をお願いいたします。髪を切ってさっぱりして暑い夏を爽やかに過ごしましょう。7月20日金曜日、塩田保健センターで1歳6ヶ月児健診が行われます。対象は平成22年12月生まれの方です。受付は午後1時15分から午後2時までです。7月23日月曜日、塩田保健センターで午前9時30分から午前11時30分まで母子健康手帳の交付が行われます。7月24日火曜日、嬉野保健センターで3歳児健診が行われます。対象は平成20年12月生まれの方です。受付は午後1時15分から午後2時までです。岸川さん、これから暑くなりますね。はい、暑くなりますので熱中症など起こりやすい季節になります。熱中症予防にはこまめな水分補給と日頃からの体調管理が必要です。皆さん予防に努めてください。花さん、そういえば私たちの服の色合い、はい、赤、青、黄、シグナルガールズで今日はお届けしました。来週も嬉野ホットステーションお楽しみに。